サンセリフは1977年にイギリスの新聞ガーディアンが4月1日付紙面で紹介した架空の国である。記事によればサンセリフはインド洋上の当初国家で首都はボドニー、国土は2つの首都からなり、ちょうどセミコロンのような形状だとされていた。このように印刷用語を使った言葉遊びがふんだんに盛り込まれた内容から、 記事が虚構であることは明白であったが、発行元には記事の内容を事実と誤解した読者から問い合わせが殺到した。この記事をきっかけとして、イギリスのメディアは毎年エイプリルフールの企画を競うようになった。サンセリフの設定自体も一過性に終わらず、ガーディアンにはサンセリフのその後を伝える記事が時折掲載されている。架空の地名が必要な場合に、 サンセリフの名が用いられていることもある。1977年4月1日、イギリスの新聞、ガーディアンは、インド洋の島国、サンセリフを取り上げた、特集記事を掲載した。記事によれば、この国は、セーシェル諸島の北東、コロンボからは1550マイル離れた場所に位置する、島国である。国土面積は9724平方マイル。 北のカイスサスペリオーレと南のカイスサインフェリオーレの2島が国土を構成する主な島で、この2島でちょうどセミコロンの記号のような形状を成している。首都ボドにはカイスサスペリオーレにあるほか、島の東側クラレンドンには港がある。カイスサインフェリオーレにはギルサンズという名の砂浜があり、北のギャラモンドには観光客が訪れる。 島が発見されたのは1421年のことで、その後ポルトガル人やスペイン人が進出した。イギリス領、ポルトガル領を経て1967年に独立、1971年に m j パイカが実験を握り、その島地下にある。大きな特徴として、国土が1年2400メートルの割合で移動していることが挙げられる。 セミコロン型の国土にぶつかる海流の影響で、島は徐々に東へ移動しているのだという。このように記事は、三セリフの国情を詳細に述べた上で、投資や訪問を促すもので、金融欄を別の場所に移動させて掲載されていた。ページ数は7ページにも及び、これは一つの主題に裂かれたページ数としては、第二次大戦以来であった。記事には、 サンセリフの大麦がビールに与えた影響について述べたギーネスの広告やサンセリフ訪問時の写真撮影に使用するよう促すコダックの広告など実在の企業が広告を出稿していたしかしサンセリフは実際には存在せず記事は全くの虚構であった国名自体が印刷書体を指すサンセリフの文字理であるほかボドニクラレンドンギルサンズ ギャラモンドは、初対名、パイカは印刷で使用される、長さの単位であるなど、記事中に登場する固有名詞は、印刷用語そのものか、用語の文字りとなっていた。カイスサスペリオーレ、カイスサインフェリオーレも英語に直せば、アッパーケース、ローアーケースとなり、これは、アルファベットの大文字、小文字をそれぞれ意味する。こうした言葉遊びをふんだんに盛り込んだ内容から、 その分野に詳しいものが見れば記事が虚構であることは明白となっていた。この架空の国を考案したのはガーディアン紙のフィリップ・デイビースである。当時の新聞業界では特集記事と称して特定の主題を取り上げ関連する広告を集めることで広告収入を増加させることが広く行われており月に1回程度は特集が組まれていた。デイビースは フィナンシャルタイムズ紙が全く聞いたこともないような国の特集を組んでいることに着目し、1977年のエイプリルフール企画として、全くのでっち上げの国の特集を組むことを思いついた。当初、企画は1ページ程度の小規模なものが想定されていたが、社内でこの企画は大いに盛り上がったことから、ページ数は七ページに膨れ上がった。当初、三セリフは、 大西洋上のカナリア諸島に設定されていたが、記事の発表直前、1977年3月27日に、カナリア諸島の一島テネリフェ島の空港で、テネリフェ空港ジャンボ機衝突事故が発生した。一時は企画そのものが、取りやめとなる可能性もあったが、国の場所をインド洋に移動させて対応することになり、気候の説明もそれに合わせて変更された。侵食により、 国土が移動しているという設定は、この意見に影響されて付け加えられたものである。会場をさまよう島などという高頭無形な設定にも、かかわらず、4月1日に記事が発表されると、ガーディアンには、サンセリフ旅行を希望する読者から、追加情報を求める電話が殺到した。多くの読者が騙された要因として、1970年代以前のメディアによる、エプリルフールといえば、 1957年に BBC が行ったスパゲッティの木が目立つ程度でこうした習慣はまだ一般化していなかった点があった。記事に盛り込まれた印刷用語による言葉遊びについてもパーソナルコンピュータの普及を通じて一般にも印刷用語が用いられるようになるのははるか後であり一般読者には馴染みのないものであった。記事を企画したデイビースは記事が チンさを強調しながらも嘘っぽく見えないというバランスを保っていたことを成功の理由として挙げている。このように当時は一般化していなかったメディアによるエイプリルフール企画は1980年代にはイギリスの各メディアがエイプリルフールに企画を行うようになり以降は珍しいものではなくなった。サンセリフ銀行の小切手。サンセリフの設定の利用は ガーディアンにとどまらず、何らかの理由で、架空の地名が必要な場合に使用されることもある。計算機科学者のドナルド・クヌースは、有用な指摘を寄せた者に対する謝礼として従来、小切手を送っていた。しかしクヌースから送られた小切手の写真を公開するものが多く、監金可能な小切手の写真を詐欺に悪用される恐れが増していた。このため2006年以降は、 サンセリフにある銀行が発行したという体裁で小切手を模した証明書を送付するようになっている。ガーディアンはサンセリフの設定をこの年以降も続けて用いた。1978年のエイプリルフールには今度はサンセリフで発行されている12種の紙面という触れ込みでイギリス各紙のパロディ版を掲載した。このうちの医師 SS ガーディーンによれば サンセリフは1977年10月には南シナ海にあったが、1978年時点ではイギリス沖にあり、セミコロンが上下逆になった姿になっているとされている。1999年のエイプリルフールにはサンセリフ裁縫報告記事を掲載した。ありがとうございます。